はい、こんにちは。マイチャンネル前原です。はい、今日はですね、 SH フィギュアスのスターウォーズジャンゴフェットを紹介したいと思います。ちょっとね、いつもと撮影環境が違うと思うんですけれども、以前紹介しましたね、フォトラというものを使って撮影しております。この周りのね、周りの背景紙とかライトとかそういったとこですね。じゃあ早速開けていきましょう。よいしょ。あ、ごめん、箱こんな感じ、いつも通りですね。かっこいいよね。じゃあ開けましょうか。よいしょ。おー、めっちゃかっこいい。わ、めっちゃかっこいいね。僕何度かですね、言ってると思うんですけども、ボバフェットとジャンゴフェットがね、スターウォーズの中では好きなキャラなので、好きなキャラの一つだね。いや、すげえかっこいいね。素晴らしい。ちゃんとジェットパックもついてますね。いいじゃない。そして手のパーツが6つついてるのと、これはあれだ、紙糸で使った引っ掛けですね。それとこれがワイヤーでしょ。なんかグニャグニャになってきていいのかな。で、ブラスターが2つついております。じゃあちょっとポージングさせてみようかな。はい、では手首パーツを変えてブラスター持たせてみました。これ超かっこいいよね。めっちゃかっこいいじゃないですか。すげえ。いいね。ちなみにこのブラスターなんですけども、今手に持ってるからね、ここにあるのおかしいんだけど、これはグリップのみのブラスターですね。なんで手に持ってる時はこれ外しといた方がいいですね。こんな感じか。おー、いい。で、今回ですね、すごく気に入ったのがここ、ブラスターを持つ時にちゃんとね、指が引っかかるようになってるんですね。だからね、落ちない。これすごくいいね。最近はこうなってたのかな。すごくいい。落ちない、これだと。いや、どうですかこのディテール、素晴らしい。こういうところね、ちょっと汚れが出ててすごくいい感じで、このスコープなんですけども、これちゃんと下げられますね、こんな感じ。はい、それではこの部分なんですけれども、こちらのナイフ展開パーツ、これをつけてみましょう。まずはこのワイヤーを抜くみたい。あ、結構長く刺さってる。結構長く入ってますね。はい、そしたらこれ外す。取れた。はい、はい、それではワイヤーをセットしてブレードパーツ装着完了しました。ちょっと取れやすいのがなんですけども、まあいいかな。あー、やっぱ取れちゃった。こんな感じで、まあ、あのカミーノの屋根をこうやって登っていくわけですね。はい、肘のパーツ元に戻しました。それでこれ前の方にですね、こういう穴が開いてますので、ここにですね、こういうものをセットするんですね。これワイヤー展開状態こうシュッと発射した状態ですね。もうちょっとここはピンとしてればよかったんだけど、まあしょうがないか。ワイヤー展開状態、ピッチュッチュッこうチュッこう出すわけですね。いいじゃない、いいじゃない。これこの背中のジェットパックのこの下の部分なんですけども、ここにですねカバーがありまして、これを外すとですね、これ魂ステージにセットできるようになってるんですね。そんなわけでですね、今回見つけてきましたので、魂ステージアクト4、これもですねセットしてみたいと思います。はい、ということでジャンゴフェットに魂ステージセットしてみました。こんな感じ、ちゃんと浮いてますね。いい感じじゃない。下に向けてブラスター構えております。で、ちょっと今足見えてますけれども、こちらキャプテンファズマ、ちょっと時代が違うけどね。でもこんな風にジャンプしながら構えることもできますね。いい感じだねこれね。で、ちょっと今足見えてますけど、これシャドウトルーパー、こちらもすごい低空で撃とうとしてますけどね。いいじゃないですか。よかった、この魂ステージ買って。仮面ライダー系のフィギュアでも遊べそうなんで、これからちょっといろいろやっていきたいですね。それでは最後にスケール的にほぼ同じのバンダイのプラモデルのボバフェットを横に並べてみました。いいね。ちょっとこれは交わることのない2人だけれども、一応ジャンゴがお父さんで、まあボバが子供、まあ子供というかクローンだけどね。いい感じですね。素晴らしい。はい、ということで今回は SH フィギュアスのスターウォーズジャンゴフェットを紹介してみました。
久しぶりの SH フィギュアーズの紹介でしたね。そして今日はですね、深夜撮影のためにちょっとエイシン君はおりませんけれども、すいませんでした。もしですね、他にもスターウォーズのフィギュアこういうの見たいっていうのがあれば、ぜひコメント欄の方にリクエストお願いします。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか、かっけーなーと思った方は、ぜひ高評価チャンネル登録お願いします。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。